あの、びっくりするようなものがね、ツイッター見てたら <laughs>、あの、ヤクザの当番表っていうものが、あの、出てきたんですよ。こういうのって、なんか過去のものなら出るんだけど、なんと、令和6年6月の月が始まったばっかりの当番表が、 しっかり出ているんです。まあ、当番表って言っても皆さんよくわからないと思いますけど、まあ、この組織は、えー、某有力団体の、えー、二次団体。で、関東に本部事務所があるところです。で、まあ、十数団体あるんですね、この当番のところ。だから、 あの、1から18まで、15、6まで行って、で、また1からっていう風になっていくわけで、あ、まあ、その当番をやっているのが十数団体あるということが見て、まあ、あと、調べれるものは、ヤクザ、ウィキペディアみたいな、その組織表みたいなのがあるんですね。そこを見ると、まあ、当該のものはあるので、ああ、なるほどなと。間違いないなと。うん。 だからその組の団体でま、回していくっていうことになっているんですけど、まあちゃんと組織名、組名、えー、組長名も書いてあるわけですよ。えー、例えば6月1日は何々組、6月1日は何々組、ね。で、ちょうど、あのー、ゴミを出すところもあって、備考欄にゴミとね、可燃とかってちゃんと丁寧に書いてすごいリアリティがあるんですね。ゴミは出さないといけないからね、ちゃんとね。まあそういうふうになってるのが出ちゃった。 ああ、ああ、ああって。だから、これは何が問題かっていうと、ここからの先の未来の登板表があるわけだから、じゃあこれ別に、その誰がやってもいいけど、過去のものならいいけど、今からこれ、これ3日じゃないですか、あと20数日分のものが出ちゃってて、これ多分変更するだろうな、きっと。なんか、一回、こう、シフトを変えるって言い方はおかしいけど、もう丸分かりになっちゃうわけで、ね、これ。 へーみたいな。警察もこれ把握するだろうし。いやな、今時この表ってあんまりしないと思うんだけど、作っちゃったんだね。まあまあまあ、あの、前はそれに電話番号とかも全部書いてあったり、携帯番号っていうのはもう出さないようにっていうのはなってるんですよね。でもこれで、えー、この組はこの組織とこの人間で回してるっていうのが、まあ、認定されちゃうわけなんで、 今、どうこうはならないですよ。今、どうこうはならないです。何か組織間で犯罪や事件があった時に、もうここの組織かこれだけっていうことがもうわかるということなんですよね。まあ、あまりいいことではないですよね。組織にとっては。まあ、警察にとっては、し名し名みたいな話なんだけど、まあ、これってだって、組員からの、どっかの組員から流出したしかないわけで、これを流出させていいことはないんですよね。 うん。あんまりいいことはないですね。いや、だからこれが出たからって何か急に何かがどうこうなるってことではないと思いますよ。うん。まあ、当番してる組とあれが、まあ、だ、もうこれは、あの、合致しちゃってるっていうことだけだから。まあ、単純にそれって、えー、皆さんの会社でも、その工程表だったり、えー、その部署の人が、こう、ローテーションをやる、この、ものの、こう、持ち回りの順番が、 外に出るってあんまり良くないですよね。それと一緒なんですよね、うん。で、組織名と、稼働してる組織名と組長名がはっきりわかってるんで、まあ、あんまり良くはないですね。えー、こんなことがあるんだっていう風なんですけど、ねえ。こ <laughs> う、うん、何でも出ちゃうんだなって。ただこれが変な話。 皆さんの会社の会、ね、ものの、そういうシフト表とかだったら、出せれない、いろいろ。でも、ヤクザの人たちは、それに対して文句も言えないんですよ。文句言ったら逆に捕まっちゃうって、なんか気の毒というか。普通の会社だったら、それが、何々商店とか、何々何,何々デパートだとか、何々株式会社のね、そういうものが出たりするっていうのは、それ個人情報なんで、差し止めるんだけど、 ヤクザの人たちは何も言ってこないから、やり放題出し放題。まあだから私はあえて名前出してませんけど、うん。ねでもそこはちょっと不公平感はあるよなっていう感じはするんだよね。だからヤクザだったら何してもいいっていうのは違うような気もするし、まあそもそもそういうふうに、あのー、情報が出ちゃうようなことをしてるのかいけないのかって。でも、うん 携帯はダメだし、LINE もダメってなると、紙で配るしかない。でも紙は出ちゃう可能性もあるもんね。頭に入れれないもんね、そんなのん。なかなかこれね、難しいことが起こってるなっていうふうに思います。以上です。はい、皆さん、最近チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう、実は漫画、極道楽園、 ね。極道パラダイス第3巻。電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。URL 貼っときますんで。あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるってすごくお手軽でリーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば。 あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとた、本当にいい方です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。